じゃん。まあ、ぬいちゃんはまあ比較的使いやすいかな。まあでも本当。うん。かわいい。じゃあせっかくなんでハリメ脱いだし、リュウコちゃん使いますか。お、因縁の対決が。さあステージも変わってるよ。まあこれはエボジャパンの私有版ですね。はい、同じものを持ってまいりましたということで。ちょっと久しぶりだな。そうですね、はい、去年ぶり。去年ぶり。お、あ、ほっ、あ、これね、もう怒っとるよ。怒ってるよ、そりゃ怒ってるよ。ちなみに最初にこのキャラが出てきた時、ゆうこちゃんはなんか暴走したわけのわからんことになった。あ、そうなん。あ、人間ここでぐるぐるして、ここでぐるぐるして、ここでジャンプで、ジャンプでこれです。お、いいですね、お、いいですね。というわけで、はい、で三角ボタン押してみてください。お、来た来た。そんな感じで、まあ、あの分身みたいなの飛ばします。まあ、あの布でできてるんだけど、生命繊維かなんかできてる、うん、自分の分身みたいなのを飛ばして攻撃することができる。三角三角とかやるとたくさん飛ばせます。いっぱい飛ばそう。いっぱい飛ばせる、いっぱい飛ばせる。すごいすごい、まあ、それが遠距離攻撃になってます。なるほど、できる。ポイント、そうそう、原作で15、6、7、8ぐらいでやった。ああ、それがガードブレイク攻撃。はい、俺のゆうこちゃんを食らえ。いやー、食らった。スイスイ、あん、あ、なんどうしてそんな急にそういうキャラで、そういうキャラだ。飛んだ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 。さあ来た。 L1 プラス四角を押すとさささ出せるぞ。当たるかな、その距離。当たんねえな。当たんない。来た、これか。さあ当たると、さあさなげ山にやったやつ、さなげ山にやったやつです。なるほど、相手のバンシ抜いちゃうやつです。なるほど。というわけで、まあ、原作にあったモーションだったりとか、はい、演出だったりとかが入っているということでございます。なるほどですね。さなげ山に当たったか、他の人にもサブに戻りなよっていう。いてててて、いいですね。あ、いきますよ。やっちゃいますかやりますよ。え、どうしよう。じゃんけん、うん、回復でしょ。あ、やべ、あ、間違えた間違えた、回復だった、違う方だ。え、さあそしてこれはどっち、あ、これ長いってことはアイコ、結果的に良かった。しかしでもアイコでも一応分身攻撃が強くなってるので、多分三角ボタンの攻撃だったりとかが強化されているはず。あ、そうなん、あー、その前にやられる。ぶった切るモード。いやー、いやー、いやー、さらに入る。来た、今度はわしの番じゃ。なんだと、どうしよう。さあそして、さあじゃんけん、じゃんけんポン、気に入らねえ。そしてスキップ機能がついた。ちょっとこの演出がちょっと、まあ、はい、いろいろね、 長いという意見とかもあったので、まあ社内的にテンポ的なところを重視したいということで。なるほど、スキップ機能が今のところ入っております。まあゲームは開発中ですので、まあこの仕様とは、まあ、製品版とは異なる可能性がありますが、まあ、スキップ機能もついております。いて、でむしろ今の私がやられてたのかな。なるほどね、なるほどね。行くぜ、よし、逃げろー、出てけ出て。多分こうなるとリュウコすげー早いんだよ。早い早い、怖い怖い怖い、めちゃめちゃ早い。一回決意表明当てるとリュウコはすごい速くなる。めっちゃ速い、めっちゃ、あー危ない。うん、塚本先月くるー、雑誌、へたへたへた、よいしょよいしょ。あら、やりますね、決意バースト、まあ、いわゆる相手の攻撃から抜けれるバーストですね。やりやがったな、もう一回やっちまいな、避けよる。いつの間に、お主このゲームやり込んでいるな。よっしゃ、あー入る、あ、当てれない。よし、あー、しまった。真面目にやっていく、真面目にやっていく、避けていく、ガードできなくて追撃が入って、え、嘘でしょ。よし、これガードできないやつ、ガードできないやつ、あー、めっちゃ、あー、くそー。
やべ、俺勝ってしまった。勝たれてしまった。あーん。やべ、見えてなかった。危ない危ない。え、何やり？あ、見えた。見えそうという。ヘラと油断してるからこうなるんだよ。あの原作1回目負けてるからな。ででという感じですね。因縁の対決、因縁の対決制しました。いいですね。少年戦見たかった。確かに。じゃあちょっともう一回やりますか。はい。ああ、あ、大丈夫だ、映してて。じゃあもう一回一戦いきますかね。はい。じゃあちょっとね、ぬいちゃんのね、少年戦がね、一回ちょっとね、見たいですね。テストしてたらちょっとヤバかったのがあったんで、ちょっとね、ちょっと不安があったんで、ちょっとひよってしまいました。デバッグが。もう一回、じゃあちょっと今度まずは僕、はい、ラギオス使いますわ。わかりました、はい。私何使ったらですか。好きなやつでいいですよ。あ、じゃあ右の2番目とかののんちゃんとか左から2番目が多分アークナまでは声が入ってなくて、あの時。あ、そっか。そうそう。さて。そうでしたね、前回やった時に。声が入っている、声を入ってるやつにしよう。そう、声が入ってるやつにしよう。ちゃんと喋りますよ、犬豚くん。イエイ。変態って言うとあれだけど、カタ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 。ついに喋った。ついに。あ、申し訳ない、延長の準備。理事長に手合わせしてもらえるのは光栄ですよ。入ってる、ちゃんと入ってる。はっ、絶対強い、絶対強い、強そう。理事長だ。自分が光ってるからな。さつきのお気に入りの人。さつきのしもべにふさわしい。私自ら測っている。おお、かっこいい。強そう。強そうなのと変なやつ。もうやだ。カタ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 。やだ、もうやだ。本当やだこれ。早っ。早っ。そう、ちゃんと喋る喋る。おお、ザクザクしてる。拳で戦いつつ、うわ、なんか来た。で、こいつ結構ラギオ様はこう歩きが鈍重、すごい遅いので、ただステップがこのタイプ、このタイプができねえっていうね。ガーッと助けてくれ。このシュンってこうさってワープするタイプ。本当だ。絶対強い、絶対強い。しかし基本の動きはちょっと遅いので、うまくさばいていきたいところ。うまいうまいうまい。それっぽい、それっぽい、それっぽいが、いてて、あ、アナライズされてる。なんてことだ。お、変態だ、変態だ、絶対。あ、取れなかった。あ、気持ち悪い、気持ち悪い、気持ち悪いってない。わかんない、突然気持ち悪い。すいません、気持ち悪い。来た。お、なんか来た。バーンゾーン。お、絶対強いやつ、絶対強い。そして遠距離攻撃も強い、遠距離攻撃も強い。このビームもすごい。これガードブレイク、ガードできる。わ、減った。ゲフー、ゲフー。バイテン、こいつも、いてててて。あ、かっこいい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 とこも、こともできるやんけ。かっこいい。こいつすごいです。わー、なにこれ。さあ、画面のいろんなところがビームが飛んでくると、これすごいぞ。予測不能。ラスボスキャラだから。なるほど、ボスキャラだから、ボスキャラは強い。あー、落ちた。あー、打ちした。悩んでしまった。追いかけていけ。やばい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 。おしゃれ、かっこいい。よし、いで、なんだ。とりあえず中当たった。とりあえず中当たった。シュッ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 。カタ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 。きた。きた。やるぜ。まずはやるぜ。マジで。どうしようかな。これだ。舐めて。さあ、勝てるか。理事長やぞ。理事長に歯向かうのか。理事長に歯向かうのか。ハッキングしやがって。ハッキングするんじゃないよ、うちのやつを。ぐねね。CEO 怒ってます。どうしよう。俺これだ。あ、これは怒ってるよ。怒ってるよ。ラギオさん怒ってます。怒ってる。からの。やだ。これ勝ったら一気に3段階上がって圧倒的有利な。やばい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 。決意レベルが上がると。これはやばいのでは。必殺技の性能が上がったりする。読み勝っていく。マジ
て全部カットぞ。やばい決まった。あーこれはやばい。決意やっとすると体が金色に輝く、やばいって絶対強い。あー終わりだ、終わりだ。あー死ぬ。あーあーこれはやばい。やばい、これ初めて決めたかもしれない。すごい3回も負けてしまった。ドサドサ、絶対勝てない。やっぱハッキングすると良くないってことがよく分かった。ハッキングはね、犯罪ですからね。そうそうそう。さすがはサツキの側近といったところ、生命繊維の力をよく引き出す。いや、いいね、このキャラ。かっちょいい。かっちょいい。素晴らしい。イエーティディン。ティディン。はい、というわけで、はい、ラギョー様のプレイングでございました。じゃあどうしようかな、もう一戦くらいやる、やりたい。ちょっとじゃあ この子のだって見てないよ、勝利演出見てないからね。そうそうそう。じゃあ僕がじゃあ今度ぬいちゃん使いますか。じゃあ女の子、女の子、あら女の子対決。よし、じゃあこれ、これでこれだから、1万勝、え1万勝、これで勝った方が1万勝だから。お、まあ、この子もこの間からだいぶ変わってるんでね。あ、そうなの。はい、ぬいちゃん、かわいいかよ。タイプアニメでやってた、このくる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 ってやつ。そうか、芸術家同士。まあ、確かに確かに。かわいい。この子は遠距離が強い。そうそうそう、飛ばすやつ。弾が速くなってる。お俺が見た時とち、うわー、いてててて、できる、やった。あ、俺の分身を、モンモンミニョン、モンミニョン、モンミニョンポルタポルってなんだっけ、忘れちった。なんか、いや、なんかこの子の技名があって、あのアニメで言ってたモンミニョン。あ、曲が変わった。イエーイ、曲が変わった。何これ。確かに運命とか流れてた。弾がだいぶ性能変わっている。邪魔の性能が変わっていく、変わっている、避けていく。ほいほい、分身いけ、分身いけ、怖い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 、やっちまいなさい。近づきたい、後ろから来た。あ、来た、なんか来た。分身たちたくさん来るよ、たくさん来るよ。いっぱい来る。しかも追撃が入っていく。いやー、ほい、すごい、ほいほい。さあ、決意バースト。いいですね。ゲージがないですね。バースト、ゲージがないわ。バースト強いんですけど、バーストするとゲージがなくなっちゃうので、なるほど。その後の攻めがちょっと弱くなっちゃう。いてててててて。やべえぜ。やべえぜ。ここは、分身を飛ばしていく。やばいやばいやばい。この分身はね、出しとく、出し。避けられまい。避けられない。でもこのゲーム R1 でどんな方向の攻撃でもガードできるんで、そう、困ったら R1 でガードしていいんですけど、はい、まあ、丸ボタンのガードブレーキ攻撃は防げないので、うん、その時だけ気をつけましょうって感じ。なるほど。ほいほい、近づきたい。確かに。でもお互い遠距離キャラだから、そう、だいぶ変わりました。それでいてぴょん、あー出た、出た。中江さんの好きな丸ボタンとゴンブトビーム、大好きです、ね、大好きなやつ。最終開幕、開幕来た。おー来た。ぬいちゃんの圧感じてください。どれだ。やばい、あ、振るってもいいんだよ。あ、これアイコです、ね、アイコね。しかし分身攻撃が強くなり、やだ、ほい、さあたくさん出るようになった。近づきたい、いけいけ、怖い怖い怖い、いけいけ、ちょっとやめなさい。分身を、分身をやっ、分身はどうしようもない、どうしようもない、はい、まあ、弾なの、弾のあの飛び道具なので、バツバツとか、バツバツ、うん、R1 からのバツボタンとかで抜けていきましょう。そんな感じ、こういう感じ。後ろから攻撃されてる。痛い。よっしゃ、いくぜ。のプレゼントだよ。え、
どうなるんじゃ。さあどうなる。あーバカっしゃ。爆発した。いてててててて。ちょ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 、まずい。行くぜ。やった。捕まえましたよ。捕まった。やばい。これは残り時間が気になるところ。決着。ぐぬぬ。分身攻撃フィニッシュ。さあ勝利演出を。あ、大丈夫だ。バグんなかった。無面ダウンのつまんない演奏だったね。勝者。煽っていく。煽られる。可愛いかよ。はい、というわけで